じゃあね、今日はもう、今日またなんか雨が再開してる状況なんで、で、昨日ね、サブチャンネルで、ただただ垂れ流しの、散歩動画というか、まあ実際には出勤動画を撮ったら、意外とそれはそれで面白いんじゃないか説が流れたので、今日は今、玄関を出てから会社に着くまでをひたすら実況したいと思います。で、これもう本当マジ無編集で行くんで、途中でなんか無言になったりとかしても、カットなしです。今。でね、今日車で雨だから行くんで、駐車場からね。で、GoPro 今、川流に、ピークデザインのキャプチャーで、POV マウントして、使ってますけど、これ取り外す時もね、決して、収録止めないんで、あれ、俺、行き過ぎた。全然違うとこ行って。駐車場を入り口越えてました。ん？違う。やばい。もう寝ぼけてる。これそもそも3階。駐車場2階でした。3階はいつも収録とかをしているビジネスルームとかがあるフロアで、駐車場は2階。どうも一向に駐車場が見つからないと思ったら、朝から寝ぼけてしまった。もう基本常に寝ぼけてるんですけど、で、なんか、営業さんが、くしくも、今なんか GoPro、僕と同じぐらいの時期に買って、ハマって、サイクリング車載動画をアップしてますけど、あれもね、結構、こう、リラックスして、ちょっと、怒られちゃうかもしれないけど、なんか環境音って言うと失礼ですけど、環境映像的に まったり見てると結構楽しいなと。朝とかね、なんか朝食とか食べながら、5分ぐらいの動画がバンバン切り替わると、それはそれでなんか慌ただしいので、こういうのはきっと、まったりとね、なんか特にこうがっつり見るっていうよりは、なんか作業してる時の、ほんとポッドキャスト的に横で流してもらうのがいいのかもしれない。さあ、こっからね、こっからね、荷物を剥がして、外し、カバンを下ろさないといけないんで、ちょっと一旦 GoPro 肩マウントから外して、で、あ、やばいことに気づいたかな。これ、今度ね、この、車載マウントに、ここに変えないといけないんだけど、結構この、下をね、がっつり、レンチで止めちゃったから、レンチを取り出さないとダメだ。この間、俺入れといたかな。なんかレンチ、常に持ち歩くようにしといたらいいよねっていう話をしつつ、なんか取り出してしまったかもしんない。もう小道具が必須だな。これ GoPro のやつだけど、ああ、不覚だな。完全に、置いてきちゃった感。置いてきちゃった感があるな。なんか、よし。困ったな。
困った困った。なんとか学校にマウントしたいんだけど。これが、横行かないんだよな。逆にこの三脚穴じゃなくて、これ外して、下もがっつり止めちゃったからね。これ困ったな。いきなり挫折気味。よし。あのネジ止めがないと。ああ、これは無理だな。どうしよう。とりあえず、さすがにあれを取りに行くためだけにまた上に戻るのめんどくさいな。とりあえずこれ元に戻して、このお尻をね、なんとか取れれば取れそうなんだけど、鍵とかで。あ、いけた。あ、ラッキー。鍵で外せた。なるほどね。このね、この動画いくら垂れ流しのサブチャンネルだからってこれでいいのかな？これわかるかな？このね、この三脚ネジを取るのに、ここが六角レンチで止まってるんですけど、それを取り外すのに今苦労してたって話なんですけど、これで、いけたので無事ですね。こんな感じで、よいしょ、こんな感じでカーマウントに切り替えて、でちょっと一応画角とかをこのオーキテルの、格安アンドロイドスマホでチェックしつつ、水平も取れてる感じなんで、これでいいかな。いや、失礼しました。これさすがに編集した方がいいレベルな気もしたけど、申し訳ないが、あえてここはノー編集で活かしてもらいます。そしてね、これピンマイクの位置が下手にすると、今またこうカサコソ言ってる気もしますが、運転するためにシートベルトが干渉して音がガサガサ言いそう。大丈夫かな。いろいろノウハウが必要だな。この取っ手出し、ぶらり散歩、YouTube を実現するためには、いろいろカメラとかマイクとかを事前にこうスムーズに切り替えれる、訓練が必要ですね。逆に言えば今日これ一発目だからすごいバタバタしてますけど、慣れてくるとそこら辺がスムーズにいけるような気もしてきます。やっぱり何事もね、経験値ですよね。やってみて、トライアンドエラーで良くなっていく、改善していくっていうのが一番の重要なポイントなんで。で、ここね、ドアはね、これ分かんないんですけど、見えないんですけど、フロントガラスのところに変な、プラスチックのバーみたいなのを設置してて、で、それが、ガレージのなんかセンサーに自動で反応するんで、車が近づけば勝手にガレージが開く。それはね、地味にめっちゃ便利なんですよね。なんかちょっとしたことなんだけど、
今まではああいうガレージあったらもう大体変なリモコンのスイッチがあって、ボタンが1個あるようなスイッチがあって、それを押すとガレージが開くんだけど、あれを1個ね、押すか押さないかの手間ってすごい違うんで、これはすごい便利。で、自動で近づくと開いて、で、今日は朝はセキュリティのお兄さんがいたので、そのまま抜けてきちゃいましたけど、もし誰もいなかったら必ずあれがね、ガレージが閉まるまでは、確認して出るようにというのがルールになってて、結構みんなやっぱりね、セキュリティに関しては本当に切実なんで、きちんとみんな守りますね。結構よく見てるとちゃんとみんな見て守ってる。お、今見えたかな？右側、ちょっと今もう通り過ぎちゃったんですけど、通り過ぎたっていうか、こう GoPro 的には見えなくて、僕の今ちょうど真横なんだけど、昨日レポートしたばかりのシルク・ドゥ・ソレイユの小屋が完全になくなってる。すごいな。あれ？これ見せたい。GoPro 外さないといけないから。これ。こんな感じ。見えるかな？完全に、掘っ立て小屋っていうか、白いテントがなくなってる。早いなぁ、仕事。なんか、アメリカの工事って、雑だけど、上物をなんかこう、作ったり消したりする、何？撤去したりするのだけは異様に早い。わらなこのタクシー。もう、タクシーは万国共通アグレッシブな運転しますよね。シルク・ドゥ・ソレイユ倉庫なんだ。早いなぁ。もう完全撤収ですね。で、もうここら辺は、ここの YouTube メインチャンネルを見ていただいている方には、もうあたかも地元のような感じかもしれませんが、AT&T パーク、サンフランシスコジャイアンツの本拠地の、野球場が目の前にあって、今ここも絶賛工事中だから、かなりダイナミックな車線変更を要求されてますね。こっちはね、本当にね、平気で車線をこう切り替えて工事するんで、何せやることが大雑把なんですよね。アメリカンな感じ。で、この鉄橋を、くぐり抜けつつ、このね、鉄橋っていうか鉄橋がこう、たまに開くときがあって、ちょっと感動するんですけど、ここは開かないのかな？この一個じゃなくて、もう一個向こう側のやつが開くのかな？でも、ここもなんか開きそうな気がするけど。で、この橋を渡ると、相馬地区。サウス・オブ・マーケット。マーケットっていうのがサンフランシスコに来たことがある人だとわかると思うんですけど、マーケット・ストリートっていう、マーケットって名前のストリートが、サンフランシスコのダウンタウンを、南北に、分断するように、東西にこう道が走ってるんですけど、まあ、そこが一番の目抜き通りみたいな感じで、なんだろう、246みたいな感じかな。ちょっと違うかな。そういう道路があるんですけど、ここはその南側、マーケットストリートから南側の地域なので、サウス・オブ・マーケットの頭文字を取って相馬と呼ばれているエリアですね。で、ここら辺にその IT 企業とか、なんかスタートアップとかが結構密集してて、人気のエリアなんですけど、もう車線多いからね、なんか下手に詰まっちゃうと怖いから、運転があれですけど。はい。で、大体会社は、サンフランシスコ市内で IT 企業っていうと大体ここら辺に会社があるっていう感じで、今そのエリアに入ってきました。で、またこれもしつこいけど、この右手に見えます、今なんだっけ、なんて言うんだっけ、工事用の機械、クレーン車じゃなくて、シャベルカーが工事してるところが、もともとダーティーハリーの、ロケ地だったマクドナルドがあったエリアで、今もう絶賛なんか穴掘ってますね。何ができるのかがちょっと今度調べてみようと思いますけど、まあ普通に考えるとあれかな、マンションですかね。
これ以上住宅増やしてどうなるんだって思いきや全然家賃が下がらないところを見ると、まだまだ需要と供給のバランスが足りてないみたいですね。ここは、タウンゼントストリートっていう。前にもこれも動画でも話したと思うんですけど、サンフランシスコの市内の、道路って基本的には5番の目で、道路が設置されてるんですけど、その南北に、走る道路は、東の海沿いから西に向かって1、2、3、4、5、6って、縦にこう線が引かれてて、ナンパリングされてるんだけど、南、何？こう、水平方向に横切る、東西を横切る、道路系は普通の名前がついてて、さっきのはタウンゼント道路。これ次がブラナンで、今これちょうど前右が、ユビソフトですね。この間のウォッチドッグ2とか作ってるユビソフトと通過してて、で、ツイッターの、最初のオフィスがあるという話いつもしているサウスパークが右手にある感じですね。こう右手がサウスパーク公園。この間ここでね、ドローン飛ばしたんだけど、一回。なんか、ギリギリサウスパークの、南側は、AT&T パークの飛行禁止エリアのサークルに、ギリ、かかってて、最初飛ばそうとしたら、その規制エリアだから飛ばせませんって言われたんだけど、なんか10メートルか20メートルぐらいずれただけで、ギリギリほんとそのエリアから抜けて、一応飛ばせたんですけど、その動画ね、ちょっと今お蔵入り状態。もうその後ね、公園の近くで遊んでた子供たちに囲まれるっていうハプニングもあったんですけど、この間、それ撮った日の動画結構撮れ高多くて、なんか時間がだいぶ長くなっちゃったんで、後半カットしちゃって、その映像を使わずじまいだったんで、もういつか使うか、また撮り直すか。なんかね、日々のブログって、その日になんか鮮度があるのかな？なんかその日に撮って、その日に調理しないと、結構後でその素材使うっていうのが、なんかやれないんですよね。こう、ちゃんとこう計画して、台本書いて、こういう風に撮りましょうって言ったものはもちろんその、日をまたいででも使えるんだと思うんですけど、まあ僕そういうスタイルで動画が作れてないので、ただ単に、日々、その日に起きたことを時系列にバッバッバって撮りながら、まあ最後、その日の夜に一日のまとめみたいな感じで、動画に、一本の動画にまとめてるだけなので、そういうスタイルだとね、結構難しいんですよ。メンタル的なもんだと思うんだけど、なんか次の日また新しい素材撮っちゃうから、一日その日に、何？その日に、出せなかったものを、なんか後日に出すっていうのが結構できなくて、だいたい、その日撮れなかったものをお蔵入りになる傾向があります。そして、この道路はもう帰り際とか渋滞になると地獄なんだけど、今日はまだ朝は空いてて、もうこれで会社ですね。こんな感じ。これ相当今日のダラダラ感ひどかったけど、サブチャンネルだから勘弁してくださいって感じですけど、面白くなかったらやめた方がいいよっていうコメントはありですけど、悪いね評価は控えましょう。よろしくお願いします。っていうことで、出社風景。今日は、2月1日、2017年2月1日のドリ散歩でした。ではまた。